はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はザ・カタリストです。心理学を取り入れたビジネス本数多くありますが、こと相手を説得することに関してはこの本が一番なんじゃないかと思います。説得っていうと、なんかいろいろと理由を示したり、メリットを伝えたり、あとこちらの熱意を伝えたりという方法が一般的かと思います。まあ、それでも説得できないことはないんですが、それで説得された相手って実は上辺で同意しているだけだったりするので、効果は一時的で、後々やっぱりダメと覆されたりする可能性もあるんです。じゃあ心理学的に効果的な説得ってどうすればいいのという話ですが、答えは押してダメなら引いてみるです。いやいや、正確には押さなくてもいいからまず引けです。どういうことなのでしょうか。人の意見には拒絶領域と許容領域があります。例えば A と B 正反対の意見があったとしましょう。 A 派の人にいくら A は間違っている、 B が正しいというデータや根拠を示しても、 A 派の人はそれを全く受け入れません。それは分析の仕方が間違っているなど何かしら理由をつけて拒否します。 A 派の人にとっては A は間違っているというデータは拒絶領域に当たります。そのため絶対に受け入れることができないのです。よって A 派の人たちにいくら A が間違っているというデータや根拠を示しても無意味などころか余計態度を硬化させてしまいます。ではどうすればいいのか。拒絶領域ではなく許容領域のデータを示せばいいのです。 A はこういうところは正しいよね、でも B もここは正しいよとか、 B はここは間違っているかもしれない、でも同じように A もこの部分は間違っている可能性があるよねなど中央的なデータを最初は示していくのです。これなら A 派の人にとっても拒絶領域のデータではないので、まあ確かにねと徐々に受け入れてくれるのです。まあ、このようにですね、いきなり正反対のデータや根拠をバーンと押し付けるのではなく、相手にとって許容領域にあるデータから徐々に示していく。まあ、こうすることで相手に拒絶されることなく、ゆっくりと相手を説得していくことができるんです。この本にはこれ以外にも相手を説得するテクニックがたくさん載っていますが、どれも基本となるのは押さずに引くことです。まあ、一見面倒くさそうに見えても、実はこれが一番の近道だと分かります。まあ、あなたの説得に対する概念を大きく変えてくれる一冊ですので、ぜひザ・カタリスト読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。